どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマはこちらということになります。これ生徒だけじゃないです。保護者にも言ってることなんで、いきます。はい。受験に受かりたいなら、もう直前期になってきましたんで、直前期になってきましたんで、まあ、どちらかというと中学1年生、中学2年生、まあ、高校1年生、高校2年生というふうなところになってくるわけなんですけれども、受験に受かりたいなら、その習慣を直せということで、まず1点目からいきましょう。はい。まず絶対的に直してほしい習慣の一つとして、こちらです。周りや他人のせいにするという習慣はやめた方がいいです。はい。はっきり言います。これは社会的にっていうか、将来的にも大事な概念になります。ですが、人間は周りや他人のせいにしたい生き物です。これも皆さん覚えておいてください。いいですか？周りや他人のせいにしたい生き物なんです。その結果、いい、うまくいっている過程と、うまくいってない過程は、必ず、似通った性質を持っているんですね。で、うまくいってない過程っていうのは、必ず保護者と子供がいた場合に、子供は保護者を攻撃して、保護者は子供を攻撃するという絶望的な状況に陥っているケースが、たくさんあります。はい。これは両方ともに言えることですが、自己責任感の欠如ということになります。つまり、自分の人生がうまくいかないのは、もしくは自分の勉強がうまくいかないのは、他人のせいであり、周りの環境のせいであるという、最も一番根本的なところで失敗しているということになります。いいです。ここの根本的な部分で失敗しているということになります。だから、必ず受験に受かりたいなら、その習慣を直せということなんです。いいですか？で、すべての物事の事象っていうのは、すべての物事の事象っていうのは、基本的に犯罪に巻き込まれるとかそういうんではない限りは、すべて自己責任なんです。いいですか？すべて自己責任なんです。で、他人のやらかしたことも自己責任だって思えるぐらいにならないと、成績っていうのも上がっていかない。上がっていかないんです。これは絶対的にそうなんです。多席主義者は基本的にはまずいっていうのはそこなんですよ。だから、松井塾に通った生徒で、昔別の塾に通ってましたっていう生徒で、その昔言ってた塾の悪口を言い出そうと生徒がするとやめろ。うざいからやめろと。いうことを言うのはそこなんです。つまり、自分が成績が上がらなかった理由が他の塾に通っていたからだって、それは間違いないんです。だってその塾を選んだ自分ですから。その塾を選んだのは自分ですし、親ですし、っていうところになるんで、必ずその、周りや他人のせいにするっていうことは、もう極力控えてくださいと思います。内申点が上がらないのは学校の先生のせいだとかいうやつも多分いっぱいいるんですよ。でもそれ全然違くて、学校の先生の評価基準っていうのは絶対決まってるはずなんですよ。で、学校の先生の評価基準が、仮に学校の先生の独断と偏見で選んでたとしてもですよ。その独断と偏見を見破って、こちら側が対処しなければならないということになる。独断と偏見に対して対処しなきゃいけないのは我々側になるわけなんですね。だから必ずその周りや他人のせいにしないということが大事ね。これ成績が低位を推移している方々っていうのは大体この傾向にあります。すぐ他人のせいにします。だから奥さんだったら旦那のせいにしちゃダメです。で、旦那さんだったら妻のせいにしちゃダメです。親子関係でも一緒です。親だったら子供のせいにしちゃダメだし、子供だったら親のせいにしちゃダメですということになります。はい。私なんかもそうですね。教育者なんで子供が悪かったっていうのは極力控えようっていうふうにはやってますが、まあ、全くゼロかって言われると微妙ですよね。全くゼロかって言ったら、やっぱ心のどっかでまあ、多少は、あるかなっていうふうなにはありますから、この習慣はまあ皆さんに言ってると同時に私自身にも言ってます。ということで、まず、受験に受かりたいならその習慣は直してくださいってことです。いいですか？一つ目こちらです。周りや他人のせいにしてはいけません。いいですか？この習慣がもしあるんであれば、すぐに改善してください。いいですか？自分の身に吹きかかる不幸はすべて自分に原因があると思ってね、直していくという。じゃないと成績上がらない。内申点なんで低いんだろうって言って、高校こういう風にしてるのが悪いかな。あ、じゃあこれ直そうっていう風にやれば内申点って上がるんです。で、英語の成績悪いなっていうなったとするじゃないですか。例えば英語の成績悪いな。俺高校こう勉強してるけど、このやり方おかしいなと。で、こういう風に直していこう。いう風に、自分に責任があるって場合は、自分が改善していく材料になっていくんで、プラスにプラスに働くんですが、人のせいにしたり、環境のせいにし続けてる限り、永久に人のせいにするし、環境のせいにし続けるという大人になってしまいます。いいですか？なので、その習慣があった場合に関しては、成績が伸びません。で、皆さん見てもらうとわかるんですけど、うちの塾でも何でもそうですけど、成績ボコ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 上げるやつって大体科目でしょ。あんまり他人のせいとか他人の悪口言ってるやつ見たことないでしょ。っていうのはそういうことになるわけで
です。だから、成績をボン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 上げたいんだったら、まあ、黙って札幌ビールではないですが、まあ、未成年なんでね。はい。未成年なんで黙って札幌ビールではないですが、周りや他人の環境のせいにすることは極力控えましょうということです。で、自分たちの責任であるということですね。はい。ということです。よろしいでしょうか。まあ、これね、シリーズとして、まあ、あと15本分ぐらいちょっとアップしとこうかな、というふうにはなります。まあ、それはだいぶ先になるとは思います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。